地域を巡って撮影します。越後妻里、この地域では人々が暮らす大地はキャンバスになる。人が暮らしていた気配を頑張って収集する。記憶を収集するっていうニュアンス。雪対策が第一優先の建物の作り方、それは今まで巡ったことのない、面白い、まだ今までと違う展示ができるなっていうふうにそこで思いましたし、中手集落、吉田地域、建物を意識して巡ると空き家が多いんですよ。抜け殻のような家屋とも言えるけれども、でも昔は住んでたんだよね、確かにそこに生活してたんだよねっていう、色濃くそこの生活の足跡は見て取れましたね。まさに私の好奇心がさらにワクワクするし、外から来た人間だから気づく目線で撮影しているので、ああこの地域はこういうお家なんだと興味を持って見ていただけたらなって思ってます。なぜこの地域で大地の芸術祭は行われているのだろう。久慈さんの作品は作品であるけれども、ある種問題定義でもあると。一つの家屋に明かりを灯す、でそこにある息づきや営みをですね、ミニチュアで再現することなんですけども、空き家もたくさんあるわけです。でその空き家に明かりを灯してもらえるならば、こんな素敵なことはないなと思うんですね。久慈さんの作品を大事にしたい人、多くの人に見てもらいたいなって思います。景色とか山の恵みとかやっぱり新鮮なんですけども、一番好きなのは人ですね。ここに住んでる人たちがよそ者の私を受け入れてくれた。私は家族で越してきましたから、家族を心配してくれて支えてくれた。だから一番の魅力は人じゃないかなと思います。たくさんの宝物があると思ってるんですよ。その宝物も私みたいなよそ者じゃないと気づけなかったことがあって、地元の人だと当たり前のものが私みたいなよそ者からするとすごく輝いて見えるものがありました。庚申塔というのは作神様を祀っているので、村の繁栄をですね象徴するものなんですけども、実際は村が繁栄してない。やっぱりこれは守りたいなというふうに思っています。十日町自体も市町村からすれば過疎地域になりますので、象徴だと思ってるんです。いずれ山間地からこういう過疎の問題が平場にも落ちてくる、同じ問題がだんだん山から降りてくると思ってるんです。もう住んでる人だけでは正直、存続させるのは難しいと思ってるんですね。なので守りたいし、芸術祭が入ることでこんなちっちゃな集落だけど素晴らしいところなんだよっていうことをたくさんの人に知ってもらいたいなと思って。
自然がいっぱいあって食べ物も美味しくて人がすごい優しいところだよって伝えたり。豊かな土と水は美味しいお米を育み、豊かな大地と人々は素敵な芸術たちを育む。